じゃじゃーん。コリコリ。怖い。怖い。コリコリ。怖い。これ美味しいよでも。いや、美味しいですよね。ね。どこの、何のどこですか？わかんない。どこなんだろうこれ。コリコリってどこなんだろう。どっかの膜じゃない？食べやすいようにね。またいい包丁ですね。これはね、福井の、流線刃物っていうところの切れまくるやつ。すごい。名前になる。めちゃくちゃ綺麗ですね。名前になる。あ、すごい。最高なんだよ、これ。こうしてみるとね、怖いけど美味しいんだよ。間違いない。食べやすい大きさに切ってね。てっちゃん、とろてっちゃん、油付きのとろてっちゃん。うわすごい。よいしょ、はい、これがまたまた最高なんですよ。これいつも塩で食べてるから今日は味噌につけようかな。にんにく味噌につけてみる。うわ美味しい。なぜかカディスっていう。カディスエプロンするのはセスト。わあ。あ、お腹すいた。いやーもうペコペコでしたただ焼くだけですけど、私は。わーい。もう美味しい。素材が美味しいからね、これ。美味しい。これね、杉本さんの朝締め牛の、あのコリコリ。コリコリやばいよね。うん、あ、かわいすぎる。やばい。かわいすぎる。うん、暴れてます。コリコリコリしてる。コリコリですんでね。これでいいかな。今日はね、てっちゃんをいつも塩で焼いてたんだけど、味噌で漬けたやつを焼きました。いい匂い。おいしい、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 ちょっとこっちに。しみるしみる。女性けそいむぼこなしびだけらとるだだんげそいこかこさうすしろえさんぐきやこってみだえすはじのべたおべろうだだった間違えた間違えた俺前だった。そうそうそう。いぬこまべれたちの